は、シリアの教育支援をしている団体ピースオブシリアで学生スタッフをしています中原夏樹です。今日は東京外国語大学教授でシリア政治を専門とされている青山先生にシリアの戦争について質問をさせていただき、シリアについて詳しくご存じないという方にも分かりやすく一緒に学べればと思います。青山先生、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。早速最初の質問に参りたいんですが、はい、シリアはどこにありますか？シリア、アジア大陸、日本は一番東側ですけれども、アジア大陸の一番西側にあります。で、地中海でいうと一番東側ということです、ね。そのアジア大陸の一番端っこのところに、位置している国です。東西でいうとそんな感じなんですけど、南北でいうと上というか北にトルコがあって、南にエジプトですよね。あとは、北西にヨーロッパがあってっていうイメージしてもらえばなんとなくわかるんですけれども、昔から東西南北の交易の十字路、文明の十字路なんていうふうに言われている、そういう非常に重要な、地政学的にも、経済的にも重要なところに位置しています。なるほど、そうなんですね。その今の周りの国の名前を聞いていると、はい、なんとなくこうやっぱり戦争のイメージがついてしまうんですが、はい、もう昔から戦争をしていたんですか？シリアって地名を考えてみると、もともと今あるシリアアラブ共和国よりももっと広いところなんですよ。で、シリアって1946年に国ができるんですけれども、非常に悲しいことなんですけども、国ができてからほぼずっと戦争をしているような感じです。もうちょっと言うと、戦争が始まる前、独立する前からずっと非常に危機的な状況というか、戦争にも似たような状況が あったという感じになります。ちょっとその歴史的に振り返ってみると、今のシリアの国の形って1920年にフランスの委任統治の時にできたんですけど、この国の形ってシリアで住んでる人たちが決めた国境じゃなくて、イギリスとフランスがサイクスピコ条約というのがあるんですけれども、それに基づいて勝手に線を引いたんですよね。で、もともと今ちょっとさっき言った通り、シリアってもっと大きな地中海とシリア砂漠 とメソポタミアですよね、チグリス・ユーフラテス川、あとはアララット山に至るトルコの山脈、もっと広い全体、地域全体をシリアっていうふうに言ってたんですけど、1920年に二統治が始まって小さくなっちゃうじゃないですか。で、そのシリアの歴史ってもともとあった大きなところをどんどん削って小さくしていくような、そういう歴史になってしまって、その結果戦争っていうんですかね、戦争状態みたいなのが絶えない感じになります。最初に小さな国として作られて、1930年代末には今のトルコのハタイ県ってあるんですけれども、そこをトルコに割譲されて、その後1940年代、46年に独立しますけれども、そのすぐ後ですよね、イスラエルが建国されて、そのシリアは今もイスラエルとずっと戦争状態にあって、で、その後1960年代になると中東戦争があって、ゴラン高原を占領されてっていうような、どんどん土地をもぎ取られていくような中で戦争状態にありました。で、ただイメージしてもらうと、そのずっとほぼ70年80年にわたって激しい戦闘状態っていうんですかね、その、強度の高い武力紛争なんて言いますけど、そういう風になっていたかっていうと必ずしもそうではなくて、例えば歴史の教科書とか見てみると、第一次中東戦争、第三次中東戦争っていわゆる戦争のつくような名前が出てきて、ああいう時は私たちがイメージしているような戦闘機とか戦車がこう飛び交って爆撃したり砲撃したりっていう状態があるんですけど、それ以外の時期は比較的その激しい戦闘がない、ただ、例えばイスラエルとシリアの場合は和平結んでないので、ずっと戦争状態にあるという感じになってます。で、ゴラン高原っていうところがあるんですけど、それちょうどイスラエルとシリアの間で1967年から占領されていて、で、トランプ大統領がイスラエルの主権を認めるっていうような、そういう宣言をしたり、ここ最近あったそういう場所なんですけれども、実はあそこって非常に本当に最近まで世界で一番安全な紛争地域って言われていて、日本の自衛隊もそこに平和維持活動していたんですけれども、
数十年にわたる戦争状態でありながら、その互いの国ですね、特にシリアは弱い国なので、その戦争に負けないようにどうやってこう生き続けるのかっていうことを考えた結果、戦争はしてるけど比較で安定的安定している、その戦争がない治安、安全保障上問題ない状況、時期がずっと続いてきた感じになります。で、あの戦争がないっていうのと合わせて治安に関してですよね。例えばそのアラブっていうとテロとかが多いので、あの犯罪が多いとか、その殺人が多いとかって考えられがちなんですけれども、あのシリアに住まれた方はおそらく全員、意見が一致してるかと思いますけれども、治安がもうとてつもなく良かったっていう、その犯罪も起きないし、なんて言うんでしょうね、スリとか窃盗もないし、なんか非常にこう、戦争がの中に身を置いているんだけれども、日本が経験してきたような戦争とはちょっと違った形の、の戦争状態っていうんですかね、その非常事態っていうところに身を置いてきたっていう、そんな感じになります。そんなに皆さん意見が一致するほど治安が良かったとは知らない。そうですね。なるほど。でもその私が実はシリアを知ったきっかけが、そのニュースでシリアが戦シリアで戦争が起こって難民が出たというところだったんですけれども、どうしてシリアでは戦争が始まってしまったんですか？はい、あのちょうど多分10年ぐらい前ですよね。あのもうすでに日本の歴史の教科書あのとかにももう書かれてるんですけれども、2011年にアラブの春っていういわゆる民主化運動が起きて、あのいろんなアラブの国で体制が変わっていったっていうのは多分教科書とかでも勉強してるでしょうし、当時のニュースでも聞いたかと思うんですけど、シリアで戦争が始まったのも基本あの流れであの始まった感じになります。でシリアは2011年の3月にアラブ世界で一番最後にアラブの春が波及した感じになります。で、最初にアラブの春って2010年にの12月にチュニジアで始まったんですけれども、その間一つずつその政権が倒れていくわけですよね。で大規模なデモがアラブ諸国で起きていくと、そのシリアの政府とか当局って自分の国に波及することを非常に警戒していって、で2011年3月にこう波及して、その時あの実はその大規模なデモではなくて、あの小さな規模で、しかも、首都ダマスカスでもなければ地方の村とかで起きてたんですけれども、それだけこう警戒していたので、あのちょっとその普通じゃ考えられないような過剰な弾圧をしてしまって、当然弾圧を受けると、人が亡くなって、あの家族とか村の人たちっていうのが怒りにこう、燃えていくわけじゃないですか。とそうするとまたデモを起こして、デモが起きるとまた過剰な弾圧をして、で互いにどん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 エスカレートしていって、国が混乱してしまうんですよね。で、あのただこうやって考えていくと、なんて言うんでしょうね、平和的なデモ と、その弾圧をした政府の間の、やり合いっていうんですかね、というふうに見てしまう感じがあるんですけど、確かにそういう側面はあるんですけど、おそらく私たちが知っているシリアの戦争ってそれとはちょっと若干質が異なっていて、あのどこの国でもそうなんですけど、国が揉めると周りの国がちょっかい出してくるんですよね。で、シリアの内戦ってその後言われるようになるんですけれども、もちろん最初はその政府の弾圧とデモが衝突していたんですけど、少しずつデモが武装化していくと互いに武力を使い合う、そうするといろんな口実でいろんな外国が入ってきて、それでシリアの人たちがもう手に負えなくなるような感じで混乱してしまって、今世紀最悪のその人道危機って言われるような悲惨な状況になっちゃったという感じになります。で、シリアの内戦って当然アラブの春から始まったので、イメージするときに何て言うんでしょうね、悪い政府といい人たちのこう戦いで、正義が最終的に勝たなくちゃいけないっていうイメージしてしまいがちなんですけれども、今ちょっと話した、その流れからするとそれは最初には起きてたんだけども、実際我々が知ってるその混乱ってそういうその完全懲悪っていうんですかね、正義と悪の戦いっていうよりはもっとこう複雑で無政府状態的っていうんですか、アナーキーな形で展開していることになります。で、捉えどころのない非常にこう難しい問題なんだけれども、私が常にシリアの内戦について話すときに言ってるのは、
そういう正義と悪の戦いで正義が勝って悪が滅びるっていうんじゃなくて、もうちょっと、長い時間をずっと続くような、そういう紛争で、しかも争点が一つだけじゃないんですよ。いろんな争点があって、いろんな争点があるから、いろんな当事者がいるわけですよね。簡単に捉えてしまうと、正義の民衆と悪の政権で、争点が一つで、当事者が二つしかないんだけども、実際はそんなことであればすぐ問題は解決するけど、これだけ複雑になっちゃってるのは、さまざまな争点とさまざまな当事者がいて、っていう。で、これもすごいたくさんあるので、簡単に言うことはできないんですけれども、なんとなくこう、イメージしてみると、なんて言うんでしょうかね、その、国内的な要因に基づくものと、国外的な要因に基づく、なんかそういう二つの争点があって、国内的なものに関して言うと、例えば民主化するかどうかとかね、誰が権力を握るかどうかとか、あと、武力によって政権を倒すのか、武力によって反対者を弾圧するのかっていうような争点があるんですよね。で、それが国内的で、もう一つの方が何かっていうと、そういう問題に対していろんな口実をつけて外国がどんどん入り込んでくるっていう、シリアの内戦ってプロキシオとか代理戦争とかって言われているんですけれども、その国外的な要因があったり、あともう一つ見過ごしてはいけないのは、シリアが混乱すると諸外国だけじゃなくて、いわゆる国際テロリストがどんどん入ってくるっていう、いわゆるアルカイダ系の組織ですよね。で、アルカイダ系の組織にはシリア国内の犯罪者も入っていれば、外国から来たいわゆるゴロツキみたいな人たちもいっぱいいて、どん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 複雑になってしまっている。で、外国の政府が介入するときは、シリアで起きていることが人道上正しいのか正しくないのかっていうことが出てきたり、弾圧が、なんでしょうね、人道に反してるとか、民主主義に反してるとかっていうふうになったり、あと、いやいや、その政府は主権を持っているので、そういうことに介入しちゃいけないよっていうような、そういう争点から介入してきたりする国もあるし、あとは過激派ですよね、国際テロ組織が入ってくるのは、こういう混乱の中で、彼ら自身が宗教的に正しいっていうような、大義を掲げて、彼らが宗教上正しいと思われるような残虐な行為をして、多くの人がまた命を落とすっていう、なんか、そういう状況がシリアっていうものの過去10年ですよね、で起きている、まあ、そういうな感じになるかなという気がします。